大阪御堂筋本町の一等地、今は外資系ホテルが建つこの場所に、かつては上場企業の本社ビルが建っていた。会社の名は伊藤万。戦後最大と呼ばれる経済事件の舞台となった。こんにちは、山津邦夫です。岩木純子です。バブル経済崩壊の象徴とされる伊藤万事件でついに逮捕者が出ました。バブル崩壊直後の1991年7月、大阪地検特捜部に男たちが逮捕された。総合商社伊藤万の川村義彦社長、1929億のうち7割ぐらいがゴルフ場ですよ。地上げのプロとして伊藤万の常務に迎えられ、不動産取引を任されていた伊藤末光。会社のためですね、とにかく全力投球をしておると。そしてもう一人、事件の中心を担った人物が姜永忠、当時44歳。闇社会の帝王、戦後最大のフィクサー、歌舞伎のような好景気の中で暗躍した怪人物は数多くいるが、中でも姜永忠は突出した存在だった。大きな案件になったらいいかも、名前出てたわね。当時事件の取材に奔走した記者は、表社会にいる人は裏社会の人間とは直接接点持てないですよね、当時も。その時にあの人は両方行き来できる人物ですから、バブルの時代の負のエネルギーをね蓄えて突っ走ったみたいな。検察が追い続けたバブル最大のキーマン、彼はなぜバブルの時代に圧倒的な存在感を見せることができたのだろうか。やっぱり我々の在日の世界というのは、ちゃんと仕事してる人というのはあの時代やっぱりほぼ2割もなかったやろね。いろんな意味でやっぱりそのもうそういう底辺やね、すり鉢の底みたいな存在じゃないかな、うちのその在日の長屋というのはね。彼の人生は在日韓国人という生まれを抜きにして語ることはできない。戦後間もない1947年、許永忠は大阪中津にあった極貧のスラム街で在日韓国人2世として生まれた。7人兄弟の三男、働き者の母親がどぶろくを作って生計を支えていたというが、当時は在日というだけで差別を受け、厳しい偏見の眼差しが向けられた。母親がやっぱり朝6時にね、6時にやっぱり床を上げて、で米をふかしてね、5時半か5時頃から米ふかすんかな、あれで米ふかしたやつを根も上げて、そこへ座引いて、そこでその炊き上げたご飯をね、米をその冷まさないと、それを母親が手でこうとこう何回か揉んでね、一口おにぎりみたいなんでね、で私の口に放り込むわけね。おはよう。みんな学校行く人かしたんか。俺はしたで。年中はいつも遅いな。どぶろくを作るために母親が蒸し上げた米、これ食べて早く作詞や。小学生だった姜永忠は毎朝この一口のおにぎりとキムチを頬張りながら駆け足で学校へと向かった。おはよう。姜永忠には当時好きな女の子がいた。ところがある日のこと、おう永忠、なあなあこの辺匂わん。永忠、お前ニンニク臭いやん。キムチばっかり食うからよ。お前キムチ臭い。キムチ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 。永忠やめろって。永忠、いいのやめろ。
当時普及し始めた練り歯磨きを食後のデザートのように口にし始めた。しかし半年ほど続けていると全身に大量の吹き出物が。両親が病院へ連れて行くが原因は分からなかった。何でしょうね。それでもキムチ臭いと言われるのが嫌で歯磨き粉を食べ続けた。おかしいな、ひょっとして歯磨き粉を食べるのをやめたところ症状は嘘のように収まった。当時の練り歯磨きには鉛が入っていたため鉛中毒になっていたのだという。若くして剥げたのもこの影響ではないか、本人はそう考えているという。成年になる頃には身長180センチ、体重は100キロを優に超えていた。麻雀とパチンコと喧嘩に明け暮れ、時には現役の暴力団組員ともやり合った。何や兄ちゃん、お前らが道の真ん中歩いてんのか分かんないろ。何じゃもつけとんねん、どこでもいいや。生活費はまあ学生時分はやっぱり強化してやね、相手が喧嘩を売るように仕向けた場合もあるし、でやっぱりそのどつき合いなんていうのは、まあ、すぐ決着もつくし、でつかないもうどつくまでもない場合もあるしね。そんな場合ですね、まあその喧嘩の買った代償というかね、お金に還元性のあるものを持ってこいとかね、で年金持ってこいとかね、彼女紹介制とかね。ここに一枚の写真がある。虚栄中の隣に写っているのは山口組切手の武闘派、かつて殺しの軍団と恐れられた柳川組の初代柳川二郎組長。柳川は虚の大先輩にあたる在日一世だ。虚栄中の名は裏社会に響き渡るようになるが、生まれ育った中津こそがその人脈形成の原点だった。学校時分からも小学校、まあ中学校、まあそういうその子供の本当にガキの頃から身近におった人間がどん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 、もう中学の早いもんは中学のもう終わりぐらいからもうそこへ出入りしだして、事務所登板したり何したり、もうチンピラのから一皮向けて本ちゃんのとチンピラの間ぐらいのゴロゴロしとったわけやし、両足が使ってないだけで片足は入ったり入れたりね、その世界にね。どうでしょう。でまたそういうのが来てもやっぱり下げることしないんだから、だから誰が見たってやっぱりその業界の人間とやっぱり思うよね、結果見てもね。しかし虚栄中のネットワークは裏社会にとどまらない。日本と韓国の架け橋になる。虚栄中はそう語り、大阪国際フェリーという会社を設立。40歳の若さで大阪と韓国の釜山を結ぶ国際航路を就航させた。時はソウルオリンピックの目前。船はオリンピア88と命名され、これが日韓で評判となる。ファミリー企業は数百社に膨らみ、虚栄中は青年実業家としての地位を築いていった。その人脈はいつしか表の政財界にまで広がり、関わった著名人は竹下登や亀井静香をはじめ、数多くの政界の大物にも及んだという。未来立派な人いてましたけど、やっぱりその竹下先生というのはもう世界が違う、ダントツのね、頭一つとか首一つとかちゃんの頭のとにかくダントツにとにかく素晴らしい人やったね。ものすごくその仕事も丁寧やけど、その所作もものすごく丁寧なんだよね。やっぱり政治家は政治家を生むという道を選んだ限りは、その政略を合わせのむという覚悟を持たなダメでしょうね。綺麗事に行く世界じゃないですよ。物を頼むというのは必ずお金がいります。政治家は金と票やから、それ以外では動かないんだから。
そして虚栄中のもとへは全国各地からさまざまな相談が持ち込まれてくるようになるが、その多くはトラブルを抱えたややこしい案件だった。しかし頼まれ事は断らないを信条としていた虚栄中は、独自の人脈を駆使してそれらをことごとく片付け、その存在を大きくしていった。どうぞ入ってください。ある日親しくしていた政治家が事務所へやってきた。実は国税局に睨まれてしまってね、なんとかならないだろうか。わかりました、やってみましょう。あ、問題が表面化すれば政治家として命取りにもなりかねない。虚栄中は別の大物議員に窮状を伝えた。大蔵省に強い影響力を持つこの議員なら国税当局を抑え込めると踏んだからだ。実は国税局に狙われている人がいまして、先生なんとかなりませんでしょうか。わかりました。ありがとうございます。大物政治家はこの一言で約束通り国税局を黙らせてくれたという。いや、所長、その指どうしたんや。別の日、事務所にやってきたのは大阪のドンと恐れられ、後に蓮香会事件で知られることになる同和団体の支部長、小西邦彦だった。兄貴が俺の肩組みが笹谷に入れて、けじめつけた指も放り投げられる。小西は当時山口組系の暴力団に所属していた。肩気になるため組長に切断した小指を差し出したが、剣もほろろに追い返されたのだという。これ持って一緒に兄貴のとこ行ってくれんか。支部長、その機会はご信用に持っときなはれ。話はもう分かったさかいに、これ以上思い詰めんで。俺もこれを見て見ぬふりはでけへん。組長さんやったら相手にとって不足はない。せやからこの喧嘩は俺と組長さんの喧嘩ってことにしてくれんか。すまん、すまん。ほんで支部長、ちぎった小指はまだ持ってるんかいな。とにかくそれ早く縫わな。今やったらまだくっつくで。取られてもだからもうあるかいな。相手は日本最大の組織山口組の直参。小西を守るため巨大組織と対峙しながら、虚栄中は24時間可能な限り行動を共にした。こうした活動を3ヶ月も続けるうちに、相手側の動きも止まり、小西を守りきることができたという。トラブルシューターって言いますかね。そうやろね。やっぱりそのちょっとしてあの人はね、面白い人やとか、なんかあの人に頼んだらなんとかなるんちゃうかいなというふうなことがある程度口コミでね、そんなことがまあ 2,3 回続いたりあったりすると、やっぱり話が来るんやね。トラブルをどんどん解決していくことがやっぱりお金を生むなんですか。でしょうね。条件つけてこれを解決したらこれだけくれとか言うたこと一回もないし、でそれはやっぱりその解決できないというやつを解決した時にはもう本当に過分なね、どん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 やっぱり政治アップしていくというかね、グレードアップしていって、自分でもそれも考えないうちにやっぱりえらい舞台に登ってみたね。差別と貧困をバネにのし上がり、迎えた狂乱のバブル時代。フィクサーとして通話を伏せていた虚栄中は数兆円という金を動かしていたという。確かに計算はできます。私計算のできる人間ですけど、私は儲かるから仕事、これをこの仕事を受ける、儲からないからという判断基準は私もない。昨日も言うたように、私は自分の気持ちにとって恥ずかしい恥ずかしない、この一条一個しかないの、私の法律はね。そして戦後
最大の経済犯罪と呼ばれる糸満事件もトラブル処理を依頼された案件の一つだったという。1883年に創業した糸満は大阪の一衣料卸問屋に過ぎなかった。しかし第一次石油ショックで窮地に陥り、危機的な状況の中、メインバンクの住友銀行から送り込まれた川村義彦社長のもと、拡大路線をひた走り、総合商社へと急成長した。高卒の叩き上げだった川村社長の後ろ盾は、当時住友銀行の天皇と呼ばれた磯田一郎会長だった。磯田さんに若い時から大変お世話になってるし、私は伊藤が磯田さんからいろんなお話があればできるだけでみんなお聞きするように、大体こういう形で生きております。磯田川村体制のもと、伊藤満は住友銀行が表立って扱うことのできないややこしい融資案件、いわば汚れ仕事を引き受けた。今の私も医療館でやっておりましたし、川村社長からもですね、こういう大きな組織の中でですね、一つバリバリ仕事しないかと。そしてバブル時代には地上げのプロと言われた伊藤末光を常務として迎え、本業とは別の不動産開発に手を出した。また都営中との絵画取引にも大金をつぎ込むようになっていった。トマンというのはまあ繊維商社であって、ね、言うたら駆逐艦でもなければもうなんかもう手間銭みたいなもんやんで、商社の中で。だから要するにこれ総合商社になりたいというその川村さんの悲願みたいなもんがあって、それで結局住友から押し付けられるそのね、住友銀行の単壺やとか小壺や言われて、その屈辱を受けながらもう言われたもん全部受けて。しかしバブルがピークを過ぎると、不動産投資による借入金が7000億円に達するなど、放慢経営を続けていた糸満はとうとう経営危機に陥る。その焦げ付きの大きさに衝撃を受けた磯田会長らメインバンクである住友銀行首脳は、川村社長を解任させ、当時副頭取だった西貞三郎を社長に据えようとした。しかし川村は暴力団を使ってまでこれに抵抗していたという。回収できへん不良債権ばっかり抱かされて、でそれでしてるところで今度は西さんを社長に持っていくとか、お前か会長に会われと、こっからの糸満事件って起きていくわけやし、伊藤精密が私も知らんところで川村さんに匠さんと会わして、ね、山口の力を借りて川村さんが要するにその磯田さんの自分の親で恩師でも恩人でもある磯田さんにプレッシャーかける意味で、住友銀行全体にプレッシャーをかける意味で西が来るのをもう阻害したわけ、防衛したわけ。分かっとったら間違うてもそんなことさせないし、伊藤の罪というのはこれやで。事件では3000億円もの金が闇社会へ流れたとされるが、都営中は伊藤にその介入を許した責任があると考えている。ところがこの直後事態は急変する。本当に電話をご協力します。本当に電話を扱われます。磯田会長が別の不祥事の理由に突然辞任したのだ。後ろ盾を失った川村社長は解任され、およそ1年後、バブルの終焉と機をいつにするかのように、都営中や伊藤末光と共に特別背任などの容疑で逮捕された。そして糸満が100年を超す歴史に幕を閉じた。私はこの糸満事件というのは利用されたんですよ。誰が誰に利用する？これはまあ銀行を含めてじゃないですか。しかし事件はこれで終わらなかった。糸満事件で逮捕起訴され、
6億円の保釈金を納めて保釈中の身だった1997年10月、トレイチは突然姿をくらませた。来年の妻の実家で行われる法要に参加するという名目で韓国へ渡った後、急病を理由にソウル市内の病院に入院。そこから忽然と姿を消してしまったのだ。一体なぜだったのか。もともとはそれに、まあ、窓にかけられたということで逃げたんやから、まあ逃げたというか隠れも生活入ったんやから、ね、あれがなかったら私隠れる必要もないやんかいな。実は失踪の2ヶ月前、新神戸駅前のオリエンタルホテルで5代目山口組のナンバー2匠勝若頭が射殺されるという事件が起きていた。その射殺犯たちの標的リストに自分の名前が入っているとの情報を得たのが失踪の理由だったという。ところがその逃亡生活は日本海沿いの温泉を転々とする夢ぶりの旅だった。やっぱりどうしても風呂入りたいから、どうせ風呂入りだったらやっぱシャワーするんじゃないし、やっぱ温泉入りたいかと、うん、温泉巡りになるわけじゃないですか。主にあの寿司屋ですね、だからまあ、予約もみんな断らして、うん、で早い客だけ取らして、でそれ以降とにかく9時以降はね、うん、もう貸し切り状態にしてるということを確認した上でないといけないものなの、うん、しかし映画さながらの緊迫した場面もあった。恋人と共に銭湯へ行った後、自転車を漕ぎ出そうとすると、すいません、少しだけお話よろしいですか。はい、何でしょう。警察官による職務質問だ。これからどちらに行かれるんですか。すぐそこまで、家近いんで、こいつと一緒に近所の銭湯来たいです。警官の一人が無線で何かを問い合わせている。すると、時間取らせました。お気をつけて。お疲れ様です。警察官もまさか頭にタオルを巻いた岩刈りのおっちゃんがあの虚栄中だとは想像もつかなかったのだ。しかし1999年東京のホテルで身柄を取り押さえられ、2年にわたる逃亡生活は終わりを迎える。虚栄中はその後の裁判で偽の鑑定評価書を作るなど、美術品や絵画を糸満に通常の倍以上となる557億円で買い取らせ、340億円の損害を与えたとして別の詐欺事件と合わせて13年半の懲役刑が確定した。自分の気持ちに恥ずかしいことをしてへんという生き方をされてきたのに、なんで糸満事件で逮捕されてしまった。いや、逮捕なんかされると思いもせんかったし、問い自身がおかしい、ね、そういう自分に恥ずかしくない生き生き様を目指してきとったのに、なぜ糸満事件で逮捕されたんですかと。そ知らんがな、私そんな覚えがないのに、覚えがないと思って今でも思ってるのに、自分に気持ちの恥ずかしいと思ってないのに、一回もだからその問いは間違ってんのよ。なぜ逮捕されたんですか、知らんがな、そんなのやられたんやから。虚栄中は刑期を終えた今もそもそも絵画には定価など存在せず、売った値段は仕入れ価格の2倍強にしかなっていないため、この程度であれば絵画の取引上は何の問題もないと主張。さらに虚栄中は逮捕前、川村社長から糸満を延命するため10億円の裏金を不正に受け取っていたと聞いたという。その弱火につけ込んで糸満に法外な値段で絵画を壊せたというのは検察の描いたストーリーに過ぎないと話した。もう憔悴しきった顔して、何ですか何ですか言うたら、いや実は10億の金を受け取っちゃいましたと。なんていうことするんですか言うて、分かりました分かりました、もう明日私行ってその10億私返しておきますから、本当になかったことしましょうと、いいですから。これがまあ言うたらあのどういうかな、
私と川村さんとはそのあれしてるというね、うん、検察にしたら私が川村さんをどっかで籠絡して弱み握って、で私がそれで高値で要するにわけのわからん絵を押し付けていったと、こういう絵図を総理が描いたんやね。虚栄中は2005年から収監されていたが、2012年に母国韓国での服役を希望、6年前に刑期を終えたが、韓国で服役する条件として永住権を放棄したため日本へと戻ることはできない。今は時折やってくる長女らと過ごす時間にこの上ない幸せを感じているという。家族とのね、くつろいだ時間というのはやっぱり何とも言えない私服みたいね、本当に楽しくして嬉しい。これからの人生はどう生きていきますか？これから、今までもそうだったし、これからもやっぱりその完全燃焼を目指して頑張ります。戦後最大のフィクサーと呼ばれた男、72歳になった今も何かを仕掛けようとしているのだろうか。